皆さんこんにちは沖縄は台風接近のため少し風が強い一日でした明日には台風圏内に入るということですので台風対策をしっかり行っていきましょうえ被害のないよう主の保護を祈りますえ今日は先週に引き続き詩篇一編一節から三節の御言葉からお話をしていきたいと思います神の言葉 聖書の言葉を昼も夜も口ずさむ黙想する人は時が来ると実がなりその葉は枯れずその人は何をしても栄える、えー、この箇所から先週は見言葉を黙想することの重要性をお話ししましたが、えー、では今日はどのように行動するべきかお話をしていきたいと思います。 詩編一編一節から三節の聖書の箇所をお読みいたします。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は 水路ののそばに植わった木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄えるえ先週私たちが常日頃どのような思考であるかに注意を払うことの大切さについてお話をしました。御言葉を黙想することによって 私たちの思いは守られ、私たちは時が来ると実がなりその葉は枯れず何をしても栄えるものになるということをお話ししました。え編、ー、幣119編97節では「どんなにか私はあなたの見教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いと なっています7日中神の言葉で思いがいっぱいこれが思いを守る鍵ですでは今日はこの思いを御言葉によって満たしたら今度はどのように私たちは行動すべきかを聖書から調べていきましょうまず1番目御言葉を行う人は地を 収めるものになる。誠に生きるものとなる。これはレビキ18章5節の中で、あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。と書かれています。そして創世記2章15節では、 神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。そして創世紀一章二十七節から二十八節では、神は 彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ。人は生きる目的、生きる意味をしっかりつかんで、 神が私たち人を創造した目的に沿って本当に生きるものになることができる。これが必要です。えー、ビル・ジョンソンの言葉を借りるなら、私たちはこの地を治めるために生まれてきました。アダムは、アダムとエバは一つの使命を持ってエデンの園に置かれました。 神は、埋めよ、増えよ、知を満たせ、知を従えよ、と言われました。人が多くの子供を産み、神の支配のもとで生きて、純真に神に従うことを通して、神の支配の領域を拡大,した拡大していくことは、神の意図されたことでした。神との正しい関係にある人が、 多ければいいほど神の支配力は増えていきますこれは神の栄光ある支配がこの地を完全に覆い尽くすまで人間を通して続けられていくとビル・ジョンソンは言っているのです。創世紀一章の中に完全な宇宙を見出すことができません。サタンは神に反抗して 天から落ちてその時に一緒に堕落した天使の一軍とともにこの地を支配するようになりましたそれゆえこの地は暗闇の影響下にありますこれこそが私たちがなぜ残されている世界を獲得していかなければならないかの理由なのですもちろん神様はご自分の言葉によって罪と力とその軍勢を滅ぼすことができます しかしそれにもかえて神はご自身が任せた権威それを自らで選び愛してご自身の形に作った人間を通して暗闇を打ち破ることを選んだのです。イエス様は贖いを通して人間が失ったものを取り戻してくださいましたそして勝利の御座からこう宣言されました。 マタエの福音書28章18節から20節でイエスは近づいてきて彼らにこう言われた私には天においても地においても一切の権威が与えられていますそれゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいそして父子精霊の皆によってバプテスマを授けまた 私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これはイエス様が十字架の死と復活によって全てを取り戻したからあなた方はそれを使ってもう一度人々を勝ち取りなさいと言っているのです。私たちはこの地を めめるたたに生ままれてきまし創造された世界を、そして暗闇をも収めるためです。私たちが行くところどこにおいても三国の福音を述べ伝えて地獄を破壊しその上にイエスの土台を立て上げていかなければならないのです。三国とはイエス様が統治する国です。神の本来の目的は 人間がすすべての被造物をめることですしかし罪がこの世界に入り暗闇に影響されてしまって病気悩ましの霊貧困自然災害悪霊の影響を受けているのを多く見ます。今の世においても特に悪魔の働きをあらわにしてそれを無効にしていくことに 焦点を当てて生きていく時なのです私たちは受けたものを与えていかなければならないのです力を本当に受けたいというのであれば私たちは受けたものを与えていくことが要求されます不可能な状況への神の侵入は上から力を受けそれを生活のただ中で解放することを学んだ人々を 通しててなされていくのですそして2つ目は「御言葉をことごとく行うものは癒される出エジき15章26節でそして仰せられたもしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い主が正しいと見られることを行いまたその命令に耳を傾けその規定をことごとく守るなら」。 私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない私は主あなたを癒すものであるそして三つ目は御言葉を行う者は祝福される。新明期十一章二十六節から二十八節では「見よ私は今日あなた方の前に祝福と,祝福と呪いを置く」 もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神、主の命令に聞き従うなら祝福を。もしあなた方の神、主の命令に聞き従わず私が今日あなた方に命じる道から離れあなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら呪いを与える。出エジプト記二十章三節から六節では あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それを拝んではならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神、 私を憎む者には父の戸がを子に報い三代四代にまで及ぼし私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで及ぼすからである施すからであるこのように聖書の中には神様はこの、まあ、条件付きですけれども本当に神に従うならば祝福を逆らうなら呪いをこの両方を置いたと 書かれていますそして私たちが本当に神に従わず他の神に仕えるならばこの父の戸郷を3代4代にまで及ぼしそしてそれを本当に守り愛するならば恵みを仙台にまで施すと書かれています私たちは神の国を拡大するために命がけです本当は命がけですがそれをあまり 重要視せずに日々を生きています。神の御言葉に聞き従うということは命を得ることであり、神の御言葉に従わないということは命を損なうことなのです。これは本当に命に関わる命がけで行わなければならないことなのです。ですから私たちは簡単に神の言葉に逆らって、特に すぐに何も,起こら何も起こらない。別に何の支障もないと言ってはいけないのです。それは私たちの子供たち、子孫にまで及んでいきますし、私たちがこの地上を悪魔の手から勝ち取っていかなければ、滅びが大きくなっていくばかりです。ですから、私たちは罪に対して、偶像礼拝に対しては、力強く立ち向かっていかなくては、 いけないのですアダムが罪を犯した時に神はあなたは必ず死ぬと言いましたしかしアダムはすぐには死にませんでしたしかし霊的には死んだものとなりアダムから出た子供たちは罪を犯し苦労が絶えず決していい人生ではありませんでした 私たちも同じです今罪を犯しても偶像を噛んでも神に従わなくてもすぐには何も起こらない災いが来ないから災いがすぐには来ないから大丈夫とそのように思いますがしかし闇はすでに始まっており少しずつ転落への道を歩んでいるのです闇の働きは闇で始まるので 私たちはそれを見ることができません。しかし、私たちが神の言葉に従い、それを行うかどうかによって、私たちの向かうべき道は決まっていくのです。私たちは呪いを受け継ぐのではなく、祝福を受け継いでいくべきです。ヤコブの手紙2章26節で、魂を離れた体が、 死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのですとあります。3番目に、私たちはどのように生きるか。それは、自分のためだけに生きるのではなく、主のために生きること。これが重要です。マタイの福音書10章38節から39節では、 自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い。私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。えー、この見言葉は少し理解に苦しむ、まあ、そういう部分でもあると思いますが、多くの場合、 人は自分の人生だと言います。自分の人生だから自分のために自分の思うように生きることが正しいと言います。クリスチャンでもそう思っている人がたくさんいます。私もその一人に数えられます。ですが、主のために生きる。これが神の真理です。自分のために生きて、自分の命を 最後には捨ててしまう人が多くいることも確かです最近ニュースになっていましたがとても有名なアメリカのデザイナーやデザイナーであった方そして有名な本当にシェフこのお二人が自らで命を絶ったというニュースですこれを見たときどうしてというふうに私は思いました目標を持って 自分の人生を生きて、地位も、名誉も、財産も得て、それなのになぜ人は生きがいを見つけるために、その生きがいのために高く登り詰めることを目標に生きていきます。登り着いたところに登り着いても、たどり着いても満たされない心だけが残り、生きる意味、生きる目的を とうとう知ることなく生きていることへの虚しさでその人は壊れてしまいます悪魔がそこに手を貸したことは確かだと思います神は決して人を殺すことを提案する方ではないからです人は自分のために生きる自分のために命を使うならその人から命,命が損なわれると言っています しかし自分のためにではなくイエス様のために自分の生き方を捨てたものは命を得ると言っているのです。これこそ真理です。まずその生き方を変えてみることです。何でも自分のものにして自分をかざしてそして本当に えー、私たちは何でも自分のためというふうに行いますけれどもそこから何も良い行いは生まれません。得ようとすればするほど失うばかりです。私もある時そのことの、えーまあ、重要性に強く心を動かされ気づかされた一人です。自分の生き方自分の方法自分の時間自分のもの 自分自分を強,強調していると自己中心に陥り自分だけが良ければいいと思ってしまいますそれは神の御心ではありません神が私たち人を作った目的はこの地を神の国として力強く大きく祝福に満ちた場所にすることですビジネスをすることについて深く考えさせられたことがあります 自分が儲けること、繁盛することばかり考えると、それは不純な動機だということに気づかされました。もちろん、私たちは、生きるためには、どうしても、この地上では、必要が満たされることが重要です。ですから、生きるために働きます。しかし、自分が生きるためだけに、儲かるために働くことが目的ではないことに気づかされました。 誰かのためになること、役に立つこと、貢献できることが目的なのです。これが神が私たちをビジネスにおいても、働きにおいても祝福される秘訣です。それはそうすることが祝福されるからといって、結局のところ儲かるために人の役に立とうとすることではなく、純粋に心から人の役に立つことができる、 この行動が大切です。神様は本当に気前よく与えてくださる方です。絶対にケチっ,ったりしません。私たちは神の国と義を求めるならすべての必要は必ず満たされます。私たちは与えられたものを自分のものとして保管しようと考えます。しかし、それでは神の国は広がりません。自分、 自分自分さえよければ自分さえ満たされればという自己中心の世界が広がり真理を見失ってしまいます。共に生きる人々を見失っていきます。私たちは私たちを祝福するための術を聖書を通してはっきりと教えられています。自分の考えに相反すること自分の考えに反することが あるかもしれませんしかしそれでも神の言葉に従い御言葉を行い御言葉に生きることを選択するならその人はスジロに植わった木のように時が来ると豊かに身を実らせどんなことをしても栄えるのです。私たちは豊かな心で生きることそれは自分自身も豊かに生きることができる。 そして人もるみ帰り見ることができる人も豊かにすることを受け継ぐことができるのです貧しい心貧しいマインドで生きることは自分も貧しくなり人も帰,ること帰り見ることができず人に貧しさを受け継いでいく結果になります自分が神に作られた目的をしっかり知りその 目的に向かって生きることが最高の人生最大の目的ですそのことを忘れないで心に刻みましょう今日神があなたに望んでいることは何か御言葉を黙想し御言葉を行いイエス様に人生を明け渡して生きることそのことに真剣に取り組んでいきましょう今日のフルーツラジオ いかかがでしたでししたょうか今日は御言葉をしっかりと受け取り行い豊かに生きること主のために生きるということは自分自身の人生を失うことではありません豊かに豊かに生きるものとなりますそのことをぜひ知って受け取ってほしいと心から願います聖書の言葉は真理でありそのまま 受け入れるのにふさわしい本当にそのことを選択するならば幸いなものとなります聖書の言葉を理解できないこと多くありますえと言いますか理解できない時期というものもありますしかし私たちは私たちの意思とは逆らうものであったとしても私は思うのです真理は一つだと神は決して間違う方ではありません 神は誠実で忠実な方であり、言われた言葉の約束を必ず守る方なのです。ですから私たちが神の言葉をそのまま受け入れて信じることができるなら、その人はなんて幸いな人なんだろうと思います。見言葉をそのまま信じるか、信じないか、受け入れるか、受け入れないか、どちらか 一つしかありません。時が来ると、実がなり、その葉は枯れず、何をしても栄える人になる秘訣は、ただ一つだけです。神の言葉を思い巡らし、心の中にその言葉を豊かに宿らせ、見言葉を行うこと、イエス様に従って生きることだけです。この地上で生かされている真理は、 多くはありません。ただ一つでいいのです。キリストが私たちのために命を捨てて私たちの死ぬべき命を生かしてくださったのならそれはもはや私たちの命ではありませんイ。イエス・キリストと共に生きる命を与えられたのです。それを受け取ることができるならあなたはなんて幸いな人でしょうか。イエス様は あなたを愛していますあなたのために命を捨てられましたこれほどの愛はイエス様にしかありません今日あなたがそれを受け入れることができる幸いな選択をすることを祈りますフルーツラジオ今日はこの辺でお別れですそれではまた来週お会いしましょうご案内は中金区美智子でした